私こそ伝説の救世。はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。で、今日はこちらですね。うん、宇宙戦隊キューレンジャーの変身回転剣デラックスホーブレード&ホーシールドです。はい、こちらですね、2017年7月15日発売の、キューレンジャーの新しい戦士ホーソルジャーの変身するための剣と盾ですね。うん、じゃあ早速開けていきましょう。うん、よいしょ、これのキュートマ、よいしょよいしょよいしょ。はい、ということでこちらがホーブレードですね。うん、なかなかかっこいいね。はい、うん、でここにキュータムがセットできるようになってますね。うん、で裏側にスイッチがあります。はい、ここに単4電池が2本入ってますね。うん、でこうやってそうだね、ここにトリガーがありますね。うん、はい、はい、そしてこれが鳳凰シールドですね。うん、これは特に電池などは入らないです。うん、なんで本当に縦なだけ、はい、後ろに握る部分があります。ここにボタンがあるね。うん、これは鳳ブレードを差し込んで抜くときにこのボタンとトリガーを押して両方押しながら引き抜くと抜けるわけですね。で、ここは回ると。そうだね。はい、続いてこちらが鳳凰球玉ですね。うん、回すライドお願いします。はい、 OK、 おーなったね。うん、ラメ入ってるね。そうだね。で、何番これ？12番か。では、電源入れてみましょうか。お願いします。はい、せーの。はい、そしたらまずはセットしなきゃいけないっていう逆パターンなんだけど、せーの。おー、いいね。光った、ここ光った。そしたら、キュータマセット。トリガー長押し。はい、そして引き抜く。光ってる。おお、かっこいいな。うん、こんな編集はなってたんだっけ。なんかあんま劇中気づかなかった。うん、へえ。はい、じゃあブレードの状態でトリガー引いてもらえます。はい、あ、これね。うん、はい、はい、うん、こういう斬撃音が3つ入ってるみたいです。はい、続いて必殺攻撃ですね。はい、必殺もまたしまいます。はい、そして長押しで引き抜く。召喚です。もう一回しまう。はい、あ、カモンズゴーって言った。いくよ。ホーボイジャーで、またセット。次はこっからちょっとねネタバレっぽくなるんだけど、ギガント鳳凰合体だって。はい、合体した。はい、でこれが一番ネタバレっぽいやつだよね。次がキュータマ人合体だって。あすげえ、キュータマ光ったんじゃないの今。うん、12個全部光った。めっちゃ鳴ってたね。うん、次は特殊攻撃ですね。うん、で特殊攻撃がちょっと変わってて、これ長押しするでしょ。うん、で長押しした後にまたトリガー押すんだって。お、単押しね。うん、短いやつポンと。お、そうすると特殊攻撃がどんどん発動されるみたい。お、じゃあ行きましょう。はい、これこれ押していいよ。押していいよ。お、これは鳳凰シールドだね。うん、で次が、あ、なるほど、北斗七星。これ抜いてやる？抜いてやっちゃいけないのかな。そうだね。はい、次は、これ星の名前だね。そうだね。うん、
流れ星。流れ星？流れ星、はい。ホーキャプテイ。ホーキャプテイ。一等星。一等星。流星群。はい。ソイセイ。イチバンボス。イチバンボス。ボス。夏の大三角形だって。シャオシンセイ。チャオ。チャオシンセイね。はい。キャザイサイオン。キャザイセイオンだって。うん。以上ですね。はい。では星座ブラスターでも聞いてみましょう。はい。では特集。次必殺。じゃあ悪いな、エイシン君。変身させてもらう。私こそ伝説の救世主、ホーアーソルジャーでは、おっ、俺の盾と武器だろう。そうだよ。くそう、ならば仕方ない、キューレンジャーのものを使うか。どれ、盾があると強いな。うるるるるるるそろそろ攻撃する。そんなの他がいない。どれ、うわうわ、くそ、何も攻撃できない。これしかできない。キュータマがない。やばい、キュータマがない。あ、やばい。うわうわ、ドヤーバチ。あ、パパだったんだね。はい、ということで今回は宇宙戦隊キューレンジャーの変身回転拳デラックス、ホーブレード&ホーシールドでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。チャンネル登録もよろしくね。よろしくね。熱い熱いで、しかもね、このね、スーツのマスクが入ってなかった。はいはい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。